さあ、他の人はそろそろギルティ始めてんじゃない？もうこの放送は普通にスト5やってるけど。多分、まあ6月っすよね。でも悩むなぁ。なんかみんな、プレイステーション版買って、どうなんだろうなぁ。まあ、ギルティって、PSPC 間で対戦できないじゃないですか。みんな PS4 に集まんのかな？はあれっすよ。俺も多分流れますよ。サブスクすれば流れないっていう感じですね。マジで。ギルティログインできないとかあんの？何今のタクツマキ、すごすぎるんだが。ギルティサーバーが混み合っててできません。まあしょうがないですよね。広告。ちなみに誰にプライムサブスクしてるんですか？梅原さん、サコさん。ああ、プライムサブスクありがとうございます。ありがてえ。そう、サブスクしてるとね、出ないんですよね。月々で変わります。そうですよね。まあ、その時見たい放送を多くしてるとか。そうっすよね。ちなみにスト5勢なんですか？
間違えた。おえバカカタレ何やってんの俺。感謝のワンツースリー。少しはプレイしますが、ほぼ動画勢です。動画勢でも、でも、スト5以外になんか好きなゲームとかってあるんですか？ FPS とか、RPG とか。俺はちなみに、最近、金色、あ、金色じゃねえや。あの、ガッシュベル、ハマってます。ま、違う。アマプラ。スト5、じゃあ、スト5がやっぱ好きなんすね。スト5が好きっていうよりもプレイヤーが好きって感じか。お、マジ？今の。この人天才なんだけど。ゲームもプレイヤーも好きです。カード、え、ガッシュベルのカード、俺フォルゴレ好きだわ。格ゲーの煽りがセンスありすぎてつい見てしまう。それ格ゲー勢のってことですか。ガッシュベルの呪文のカードがあったんですよね。へー、そんなのもあるんですね。いや、ガッシュ面白いわ。ちゃんとねー見たわけじゃないんで、やっぱあんまり分かってないというか。こんにちはね、あなたは手が弱いパンチとネゴリッカーを相手に、私は日本を話せないので、私は見せるように食べました。